シャレにならないほど怖い写真を大量に見ましょう。いや、うまいよ、イエーイってなりづらいな。何これ、イエーイってなりづらい。新コーナーでございます。怖いのよ。先に言わせてください、怖すぎる。もうバチバチ言ってました。まあ、ということで、この新シリーズなんですけれども、シャレにならないレベルの怖い写真を俺がネットから拾ってきて厳選して、それをいくつか紹介して いやー見たくないけど見たいわ。だけど怖いの探しすぎて気持ち悪くなった。そんなレベルで怖いのか。そんなレベルで怖い。やべえな。やべえに。ということで、ちょっと怪奇現象は起きてほしくないので、はい、電気つけたままやって。怖いから。これが一番いい。これがいい。明るくいこう。うぃー、お前、わあ、もう大丈夫だからね。いきまーす。一つ目、こちら。ででん。おお、なんだなんだ。まあね、子供たちがいて。てか何持ってんの。持ってんもんが怖えよ、まず。確かに。何これ。うわ、俺も。俺、それは気づいちゃった。気持ち悪いね、これはね。うわ、のりさん、愛さん、愛さん。めっちゃ見てるやん。こういうの気づかんしょ、たぶんこいつ。気づかん。うわ、これやばいよ。え、ちょ、マジで怖いじゃん、これ。マジでやばい。マジでやばい。マジじゃん。意味コアとは違って、心霊写真のシャレにならないの俺が集めてる。これガチやばい。マジで怖い。まあでも俺、こっちの方が楽しい。ということで、ね、魔界の盗賊性の方には分からない。ちょっと待てー、なんで分かんない。どれ、あるじゃん。ドゥルン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 。これやばいよ。うわ、集合写真を羨ましげに見つめる少年のような顔が窓に映り込んでいます。まあ、気持ち悪いよこれ。いやいやいや、白すぎ。オールカラーなのに。ジュオンじゃん。ジュオンじゃん、ジュオン。羨ましがってるみたいのかな。うわ、これもうやばいわ。早速一つ目でした。めっちゃすげえ気持ち悪いね。キセイさん、はい、楽しい。おお。二個目いきます。じゃあ目をつぶってください。はい。どうぞ。うわ、うわ。ちょ、もうやめこれ。うわ、お前、やば。これきつくない。すごいね。いや、これさ、やばい、めっちゃ気持ち悪かった。自分がこれ目の前にしたらこれやばいよ、多分。どうやってもこれ見ないようにして。わあ、なんかもうずっと見てんのやろ。ちょっと長い。もう見えなくなっちゃって。これ窓のアップらしいんだけど。え、アップ？そうそう。窓にあれが映り込んだ。え、今ピチャピチャ言ってた。聞こえなかったよ。何？また水っぽいやつ？ちょっと歩いてる感じした。そうだろ。マジ怖い。鳥肌が半端ない。バチバチでしょ。やばいね。すっげえワクワクしてる俺がいる。どうぞ。うう、え？あれ？え？それ？え？それなの？え、これでいいの？それでいい。何？誰？やばい、怖い。意味がわからなすぎて。これってもあってもいや、これは俺もそれっていうのわかる。じゃあ魔界の方どうぞ。魔界の方じゃないけど、この右下のこれ。うわ、何？何？うちの監視カメラに明らかにおかしい人がいる。監視カメラ？監視カメラなの？監視カメラなんだ。え、これやばい。あー、もうガチのやつじゃん。これ筋肉マンの悪魔将軍じゃねえ。悪魔将軍じゃねえわ。バファローマンじゃねえ。バファローマンじゃねえ。筋肉マンの悪魔将軍じゃねえわ。なんか人間ではない人。色がやばいもん。え、色やばい、確かに。マネキンじゃない。そう、マネキン。でもマネキンしても勘違いした。おかしいおかしい。怖い、マネキンやばいでしょ。ねえか、そんな。やばい、めっちゃ怖い。これもう本当に怖い。でもすげえ楽しみな俺がいる。あのワクワクしてる。楽しみな俺がいるんだよ、それが。そのコント何。見てる人はみんなやっぱホラー好きだから。そうだね。まあワクワクもいれば、ちょっと怖すぎてきついってなってる人もいるかもしれません。僕は結構きついタイプ。俺は楽しめた。だよね。行き過ぎたホラーあんま嫌なんで。確かにね。確かに。どうぞ。はい。うわー、やばー。うわー、うわー。え、うわうわうわ。え、これどうなってんのこれ。バカビビるやん。こっ
角無視してるね。やべ、え、そんな上向けないどうなってるの。向けない向けない。待って、これどうなってるのこれ。どういうシチュエーションは折れてんの。え、だってこれ後ろから撮ってて、これでしょ。後ろから撮って、え、向きすぎじゃん。どういう目もやばくない。こいつは多分これ悪魔に取り憑かれた瞬間じゃない。いや、もうこれ無理だ。これやばいな。これきついやばい。これきついな。これなんかね、心霊とはなんか違うような感じがする。めちゃめちゃいいの持ってくるやん。気持ち悪い。次はね、結構ね、まあこれはどちらかというと意味コア的な。意味コア。目を閉じてもらって。はあ？ああそういうことか。意味コアって言った意味が分かったわ。ああそういうことね。意味コアってこういうことね。うおお、そういうことか。分かる分かるよ。これめっちゃ気持ち悪い。分かるよ。お前そんな値段で店長売んだよ。やばい。店長が肉ってことでしょ。これ店長の純肉鍋だよな。何タイプの意味こわんの。いや、もう疲れちゃって俺が。ここからまろやかに、ちょっとまろやかに緩和した俺まだあの2枚目の写真残ってるわと。あれきついよ。あれきついね。やばい。トラウマ級だろ。でもあれ見えた時バカきつい。俺はもう窓見たくないもん。続いてラストの1枚目。うわぁラストかよ。もう終わんのかよ。あぁ楽しみ。楽しみ。狂ってきてる。いきます。今回は掲示板にゾッとする写真貼ってくれって言います。スレがあってこの写真を見つけました。どうぞ。なるほど。え、いやもうこれはふざけてる。はいっすか。なにふざけたな。ちょっと後ろの人が水たまりのトミーさんっぽい。やめろ。アロハシャツいつも着てねえ。これをゾッとするで貼られてる。シリーズがもう面白すぎんだ。そういうことね。最後面白すぎる。最後はオチとしてなんか優しいかなと思って。それって何て言うんだっけ。工藤静香。この人。デレス。やばいってこれ。確かにちょっと。俺もちょっと一瞬やばい顔してるよ。でもさ、これ右目いってね。いいのよ。いいのよ。無理やり指名させなくていいのよ。で最後に。はい。おう。とっておきの恐怖の一枚をご紹介します。まだあんの。うわあ、まだ残してるわけね。残しております。うわ、おちゃらけで終わるよ。僕らも一度コラボさせていただいた楽しんごさんいらっしゃいますね。あの方が紹介していた話なんですけれども、うん、まあグリーン車に乗りまして誰もいなかったんです。この人不気味だなと思って、うん、誰もいないから座るじゃないですか。うん、でもなぜか無意識にカメラを一枚撮ったみたいで、そしたらこの一枚が映りました。どうぞ。これはやばいでしょ。鳥肌やばい、鳥肌やばい、鳥肌やばい、鳥肌やばい。え、これやばい。めっちゃ見てる。無理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 。こんないる時に見ちゃって死ぬよ。鳥肌やばい、鳥肌やばい。うわやばいこれ。なんで撮ろうと思ったのっていう。だから疲れてたんだよ。あー、霊にってもうこの方に疲れてる。持ってかれてんじゃん。これはやばい。心理写真のこういう顔って結構ぼやかしでよう見えないみたいなパターンだけど、これはっきり見えすぎてるよ。これはやばい。これはね、本当物議を醸してネットですんごい話題になった一枚なんです。あ、そうなんだ。でもこれ月日が経って楽しんごさんやらせだったって言ったっていう話もあります。ああ、やらせだった。そういう話もあるね。確かに。まあでもそれも記事なので、まあ説だよね。言ったかどうかは定かではない。うわー、なんだよ。ので、今度会った時にでも聞いてみましょう。ああ、そもそもね、新幹線さ、わざわざ撮るかって話じゃない。いやだから取り付かれもう本当にそうだ。違う違う、やらせだとしてもそうだよね。新幹線にわざわざ後ろの席に人を置いて取るかな。確かに。しかもガチガチにメイクしてるじゃん、多分白くしてるから。ああ、まあなんかちょっとおかしいなっていう気はしますけどね。ということで、初めてのシャレにならないほど怖い心霊写真シリーズいかがだったでしょうか。大好き。めちゃめちゃ好き。めっちゃ好きじゃん。楽しみにしてるお前がいるな。このシリーズでまたやってほしいって方いましたら高評価よろしくお願いします。絶対お願いしますよ。お願いします。チャンネル登録まだって方はぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。それでは次の USA 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 で、何 USA って。ホラーネタでもないし、そしてゾッコアでもないし、心霊の館で、そう、なんて言えばいいか分かんないから、次の怖いやつで会いましょう。ざっくりざっくり。どうバイビー。バイバイ。ざっくりだな、本当に。もうやって、いっさんもひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を